はい、ごなんです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はですね、次のイベント、ホロライブとのコラボイベント第3弾のですね、まあイベント内容、詳細についてちょっとね、話していきたいなと思います。皆さんの予想もですね、ぜひともコメント欄でね、教えてほしいなと思います。まずはですね、ホロライブ関係のニュースなんですけども、こんなニュースありましたよ。ホロライブコラボでユーザー数が急増のタワスカがサービス終了。モンスト開発によるタワーパズルロールプレイングゲームということで衝撃的なニュースが入ってきました。ミクシーはですね、運営するスマートフォン向けのゲームタワーオブスカイが2024年3月26日をもってサービス終了と発表されました。こちらモンストのね、ミクシーによるタワーパズルロールプレイングゲームということで2023年2月28日にリリースされた積み上げタワーパズルロールプレイングゲームなので、まだちょっと始まったばっかなんだよね。モンスターストライクシリーズとしてリリースされ、同作品のキャラクターが登場するコラボイベントも行われていました。なんかモンスト関係のね、なんかアプリ結構ね、今年ミクシーねたくさん出したんだけど、なんか鳴かず飛ばずという状況だったわけです。で、ホロライブとのコラボでユーザー数を約13倍以上に伸ばすもということで、5月にねホロライブとのコラボやってですね、まあホロメンのおかげでユーザー数が一気に13倍以上にまで増加して話題になりました。サービス開始から約1年での提供終了に、X ではですね、悲しみの声が寄せられているということで、だから油断できないよね。だからホロライブのね、ホロメンのおかげで一時的にね売り上げ上がったりユーザー数が増えたとしても、やっぱりね運営はね、ゲームそのもののねコンテンツをね楽しくするようなねイベントをねどんどんやっていかないと、こういう風になってしまう。だからプニプニもですね、まあ他人事じゃないですよ。そしてもう一つね、妖怪ウォッチプニプニとホロライブとのコラボの配信スケジュールが発表されました。今回ももちろんあります。元旦からね、フグちゃん、あやめさん、ミオさんと生配信があると。そして4日の日にはスイちゃんがですね、アンドジバニャンって書いてあるんで、まあスイちゃんとジバニャンももしかしたら生配信で出てくるんじゃないか。どうなんだろうね、 VTube 的な感じで出てくるのか、ちょっとそこ楽しみかなと思ってます。まずこの生配信ね。そしてですね、今回のイベントといえばですね、まあこれまでのコラボキャラは全員復刻、総勢34体のコラボキャラが登場するコラボをお楽しみにということで、まあ登場するねキャラのこのアナウンスすでにあったわけですけども、そして今回18体で、注目すべきはですね、まあフブちゃんとコロさん、マリン船長、ペコーラに関しては、まあ、衣装違いと。今回このジバニャンとかね、コマさんのこのコスプレバージョンで登場すると。まずそこ1点と、そして今回の新メンバーが5人ね、アイドルバージョンで登場すると。まずここ要チェックです。でですね、今回のイベント形式なんですけども、もうすでに公式動画の方で出ていて、みんなご存知の通り、次のイベントはプニットショットになります。でこれをよく見てください。まあプニットショットに関してはね、まあゴルフ方式でこの角度と強さを決めて当てると、当たんないとダメージはゼロっていうね、結構えぐい感じのね、まあでもね、僕としてはね、おはじきより遊びやすいかなと思ってます。でこっからですよ。この予告動画を見ると、これみこちだよね、さくらみこアイドルなんじゃないかなと思います。もうすでに登場しているキャラにはなりますけども、こちらがですね、 HP を見る限り、今回プニットショットの弱い方の通常の敵がですね、まあ、さくらみこアイドルなんじゃないかなと思います。まあレベル1から50まであって、だんだんね HP 上がっていきます。レベル50で
HP が1万3000と、だいたいレベル20、30あたりから一気に HP が立ち上がってきて、えぐい感じになってくる。とはいえですね、おはじきよりも全体的に HP が低めな設定であることと、あと今回ですね、復刻キャラに特攻がついてくるんで、まあイベント後半ですけども、なので、まあおはじきよりは遊びやすいイベントにはなるんじゃないかなと思います。まあでも、厳しいには厳しいけどね。そして問題はですね、まあ強い方が誰なのかなんですけども、皆さんどう思いますでしょうか。今回弱い方のみこちなんですけども、ホロライブコラボの第1弾のランク Z のキャラとして登場してきました。このあたりもね、重要なヒントになるんじゃないかなと思います。そして、今回ホロライブコラボ第3弾、まあ上側のね、このコスプレキャラと、まあ、下側のアイドルバージョンの新キャラということで、おそらく新キャラのアイドルのダブルゼータからピックアップされるんじゃないのかなと思います。ということで、僕の予想はですね、ダブルゼータの星町水星さん、水ちゃんがですね、強い方の強敵枠として来るんじゃないのか。そして、まあ、レベル10とかね、倒すともらえるという感じになるんじゃないかなと思います。スイちゃんに関してはね、ミッドナイトグランドオーケストラのメンバーとしてトイズファクトリーにも所属している。愛称はスイちゃん。武道館、日本武道館でライブを開催することを目標としている。で、同じくバーチャル YouTuber の常闇とわさん、港アクアの3人を合わせてスターテンドと呼ばれています。ということで、まずはここのスイちゃん目指してね、頑張っていくと。で、プリントショット本気の強い方が、まあ、今回スイちゃんじゃないかなと思っているわけなんですけども、まあ、前回までの HP を見るとレベル1から10まであって、まあ、もちろんその先も11、12とあるわけなんですけども、レベル10マックスで HP が83万5000、もしくはもう少し上がってくるんじゃないかなと思います。そしてですね、プニットショットはあくまでサブゲームです。本ちゃんはですね、やっぱりこちら裏マップのね、強敵、封印強敵を倒す、その封印するためのプニットショットということで、この封印強敵もさることながら、前座のね3人ももちろん封印の条件になってくる。おそらくですね、今回このアイドルじゃない、このマリン船長とかね、このコスプレキャラがですね、前座、そして封印強敵になってくるんじゃないかなと思います。で、封印バトルの方がおそらくですね、コロさん、コマジローなんじゃないかなって思うんだけどねおそらくトリプルゼータで仲間にできるキャラで来るかなと思います。ただですね、まあいつもの通り、まあ前回もそうだったんですけども、ホロライブキャラ以外はパワーダウンと。これえぐいよね。まあでもだいぶキャラ増えてきたんで、ワンチャンあるかなと思ってます。だから封印して特攻引いてホロライブキャラでなんとかなるのかならないのかと。そして前座なんですけども、前回大空スバルアイドルの枠のところにマリン、ジバニャンが来るんじゃないのか。ただホロライブキャラ以外パワーダウンと、反撃、技ゲージ吸収と、結構えぐい。特攻ないと厳しいかな。そしてペコーラコマさんも2-2あたりで来ると。反撃、技必殺技の効果無効と。だからやっぱ特攻いるんじゃないのかな。まあそんな感じでね、来るんじゃないかなと思います。さあ皆さんはですね、次のイベント、どんな感じのイベントになると思いますでしょうか。コメント欄で教えてほしいなと思います。まあこのあたり、そしてあとやっぱり新キャラというかね、今回新しく登場する、もう新メンバー参戦発表ありましたけども、スイちゃんね、そしてこのノエルもですね、今回
出てくるということで、まあちょっとね欲しいかなと思います。ダブルゼータアイドルバージョン、まあワンチャンアイドルバージョン取れなくても通常バージョン SS ランクがねマップでくるんで、まあそれをね限界突破するのもありかなとは思ってます。そしてアマネカナタアイドル欲しいよね、可愛いよね、ということでこのあたりね狙っていこうかなと思います。